株式会社ハーベストホールディングスは大阪府豊中市に本社を置いていた日本の旅行代理店貸切バス事業者である。主に旅行商品の企画、販売を取り扱うほか都市間、ツアーバスを再興する HS 観光の名で貸切バス事業も行っていた。1995年12月12日に兵庫県伊丹市にて株式会社ハーベストとして創業し、 社員旅行、個人旅行の斡旋業務や、添乗員派遣業務などを行っていた。その後、東京、名古屋に営業所を出し、2005年には業務拡張により、大阪府大阪市内に移転した。その際、社名を株式会社ハーベストツアーに変更している。2006年には、旅行業登録を2種から1種への変更を行い、海外旅行の募集型企画旅行を開始した。 また、同年6月にはバスを所有して自社による運行を始めた。2008年6月には株式会社ハーベストホールディングスに社名変更を行った。同社は関東、関西と温泉地を結ぶツアーバス、温泉ライナーや都市間ツアーバス、ハーベストライナーを中心に再興し、バス保有台数を増やして旅行会社から貸切バスを大量受注し、 ツアーバスを拡充させた。しかし競争の激化により、当初からツアーバス運賃や貸切バス価格は下落傾向にあり再三維持がようやくであった。さらに2011年3月の東日本大震災で温泉ライナーの再興が不能となったことで損失が発生し、最終赤字、債務超過に陥っていた。加えて2012年4月29日、自社が再興し、 金沢駅と高岡駅で乗客を乗せた新宿駅、東京駅経由東京ディズニーランド行きツアーバス、ハーベストライナーが、群馬県藤岡市岡の里の関越、自動車道上り線藤岡ジャイクション付近の側壁に、衝突して大破し、バスの乗員乗客46名のうち7名が死亡、39名が負傷する事故が発生した。これにより、ハーベストライナーをすべて、 自粛運休として全面運休した後、事業継続が困難として同年7月2日に事業を停止した。一般貸し切り旅客自動車運送事業については7月4日に事業廃止を届け出ている。旅行業については7月5日に旅行業の事業廃止を届けで7月6日付で登録を抹消された。7月23日に 大阪地方裁判所に破産申請を行い、7月26日に破産手続き開始決定を受けた。負債総額は推定6億5000円。2014年5月16日付で破産手続きが終結し、法人は完全消滅した。愛称はハーベストライナー。上記の関越道での事故を受け、観光庁は2012年4月30日。 5月2日の2回に、渡り、ハーベストホールディングスへの立ち入り検査を実施し、旅行者が提供を受ける旅行サービスの内容を、明示しないという旅定管理義務違反等が確認された。事故後、近畿運輸局が、ハーベストに対し、3回に渡り立ち入り検査したところ、事故を起こした、ツアーバスの運行を委託した、陸園隊の社名を乗客に事前に知らせなかった、旅行業法違反のほか、 法令違反が複数確認された。このため観光庁は旅行業法に基づき、ハーベストホールディングスに業務停止の行政処分をする方針を固め、不利益処分のための聴聞を2012年6月18日に実施した。公表された不利益処分の原因となる事実は以下の通りである。2012年1月2日以降に実施したツアーにおいて、 ツアーバスの乗車場所で、所定の外務印象を携帯しない者に、旅行代金の収事を行わせていた。2012年4月27日に実施した、東京発のツアー等において、旅行者に対して、ホッチ及び着地のいずれもが、当該貸し切りバス事業者の営業区域外となる、運送サービスの提供を圧戦した。2012年4月27日に実施した、 東京発のツアー及び2012年4月28日に実施した金沢発のツアーにおいて当該貸し切りバス事業者に廃車指示書が到達したことの確認を行わず旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な措置を講じなかった不利益処分の内容は以下の通りである ハーベストホールディングスは陳述書を提出し、弔問を欠席した。陳述書で処分理由はなく、仮に理由が存在するとしても軽微な違反とし、指摘の処分予定について再考いただき、寛大な処分をお願い申し上げると訴えた。用紙は以下の通り。振り込みが間に合わずに乗車場で支払いを求める予約者があり。 この場合は乗車拒否をすべきだが、バスの乗務員等がその場で起点を帰化し、代金を終受して乗車させた元々のホッチが、東京ディズニーリゾートの設定であったが、運行日直前に TDR 発のキャンセルがあったため、出発当日に TDR 経由をせず、直接、東京駅に向かうように指示した弊社が直接、確認しなかった点を問題にしているようだが、 そもそも A 社への依頼にバス会社の手配とバス会社への配車指示書の送付も含んでいるため、弊社が確認する必要はないと考えていたその後、観光庁は2012年7月5日付で、ハーベストホールディングスに、しかし、前述にもあったようにこの時点で、すでに旅行業登録を抹消、事業停止となっていた。ありがとうございます。